こんばんは、ヒューエです。ディスティニー2の続きやっていきましょう。アクティビティはこれかな。ちょっと遠いけど、これより近いとこないもんな。よし、行こう。あ、イテム、これか。方向合ってる？合ってなくもないか。公開アクティビティか。ポーロンはグリマーの採掘用ドリルを持ってきたらしい。気をつけろ。どれ？お、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。どうやって登るの、あそこ。そう、登れない。よし、 OK。 んで、あっちの方で公開アクティビティだね。よし、グリマーの採掘隊です。排除しろ。どこよ。こっちで次の採掘の場所に移動しています。どこ？どこ？どっちか。これ結構これずるい。もしかして、うん、ずるいな。申し訳ない感じだった。また移動しています。どこ？あれか。グリマーの量ですね。トランスマットしている間、敵をお願いします。はい、任せる。今なんかずるいあれのおかげで超強いから任せろ。これは相当ずるいけど、まあ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 。いいのかな、いいのかなというか、まあいいんだろうけど。相当強いぞこれ。大量のグリマンを送ります。はーい。すごい量だ。
少し持っていったらどうだ。いいのか。よし。あ、うん、これはだいぶねいい感じでホクホク顔であれですよ。じゃあこれ乗っとこうかな。さてさて、乗り物も手に入れたし行こうかな。沼地、これはこのままじゃ、このままじゃ無理か。降りろと、いた。降りて、他に。で。あ、あ。ああ、アシスタント、いいところに来た。私の次元異常研究グループに参加しろ。船長、こんにちは。アシェルミルが、私は計算補助を。あなたは戦力を提供すべきだと言っています。とても強引な人ですね。嬉しそうだな。まずは宿られた兵との野蛮な近接戦だ。これは科学的に理にかなった提案で全く疑う余地がない。ほう、宿られいる、いないよ宿られ。ここに行った方がいい？いた、ヤドラレ。ヤドラレだけ。汚らわしい生物め、追い返せ。ん？これは一石二鳥な感じのやつ。で。しかもこれこの強いあれで何とか美味しいやつ。汚染を追う。あれサンプルは？どうなってる？これはこれでいいの？これはこれでいいの？前もだけど公開アクティビティとさ、このアクティビティが混ざると何がなんだかよくわかんないや。どこ？そっち？すげえいっぱい。あ、いた。はあ、とりあえずじゃあで。そうか、放射線サンプルっていた。放射線サンプルって何？近接か。
それじゃあいくつまで経っても手に入らないわけだ。そういう、まあ、入るかな。入るね。よし。ならば、いくらでも。ちょっとクレバーな話だな。出てこなきゃ意味ないんだけど。うん。で、どこにあればいい？あれか。どれをどうしたら使いできるんだ？カオスってる。どうしたらいいの？ちょっとね、そいつらはどうやって倒すの？とりあえずすっげえカオスなんだけどいいのかな。もう近接はじゃないのかな。こっちは倒しやすいけどさ、イベント完了。これは俺の装置も変な音を出さなくなった。前のおかげだな。そういうこと？よくわかんないけど。さて、これはフュージョンショットガン、ロケランにしとくか。あ、フュージョンの方がいいかな。フュージョンにしとくか。敵の領域、カバルセンチュリオンを5体倒せる。5体じゃないね。あ、いいの、5体か。5体、今2体か、倒したのは。敵の領域って全部敵の領域じゃないのか。ああ。研究基地はもうすぐです。それで
歩きはあればいいですか？宿られた兵みたいに。宿られた兵はあなたを仲間だと思い、ヨーロッパデッドゾーンに流れ込むでしょう。アシェルミルが伝染病や天罰のようなありさまになると言っていました。汚染を破壊すればそんな結末にはならない。無関係なデータで被験者を混乱させるな。被験者？被験者？え、被験者？そんなの了承した覚えないぞ。戦地音がいないし。对オールのフレート。え、これはカバル作った。こいつらはいや上か、ロープスクール登る。あ、上ってプレートだか。对对对。登りづらい地形が増えたよ。大丈夫。うまくいったのかもしれません。そうなの？おかしいってことだけど。それはすごく勘弁です。正しい行動をしたことに対する素晴らしいです。これで宿られた兵が天罰のように周辺地域に流れ込むでしょう。その結果実験が進展した。直ちに汚染を破壊しろ。随分勝手なことを。これこのことだよ。やばいやばいやばい。ライトブレイザーって初めてだな、雇われたのやつ。まあ雇われてなくてもだけど、これを破壊するんだよな。 OK。 あと3つ。これは何？ちょっと待って、公開イベントと混ざりってない？追い返しましょう。俺の
地でスパイとはいい度胸だ。あ、死んだ。いた、これが汚染ね、汚染の方ね。これで宿られた兵とカバルが全滅するまで戦い続ける。ほう、最高。本当はね、それは最高だね。それ公開イベントの方だよな。どれパルス、どれパルス、ここか。死んじゃ、そ、死ぬ前にアイテム回収。 OK。 いや、いいんだけどさ、これやりました。遠くで爆発が聞こえたということはかなり要領よくことを進めたんだろう。報告を楽しみに待ってる。とりあえず一旦ここで切りましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。